皆さんご機嫌いかがでしょうか。爽快キックです。さて今回はね、新シリーズでございます。はい、何をやると思いますか。発表しましょうか。じゃか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 じゃーん。これからね、あの新シリーズ、今日の昼飯です。ただおっさんがね、昼飯を食うだけの動画をね、始めていきたいと思います。まあそれでね、あ、先ほどコンビニ行ってきました。今日の昼飯はこちらですね。なんて書いてある。スープカレー発祥の地、札幌の行列店、スープカリー奥芝商店でございます。エビだしスープカレー。あとね、なんか中途半端な拍手やな。あとこちらですね、ロースとんかつ巻きでございます。はい、まあ、こちらをね、食べていくだけの動画です。はい、さてね、あの以前、あのまあ先月ですかね、まあね、那須さん、山さんとあのまあ競馬場に行ってきてね、まあ3人でね、競馬終わった後もね、焼き鳥屋でいろいろ話したんですけど、まあ YouTube ね、何が当たるかわからないよっていう話をしてたんですよ。だからオイラのこの昼飯を食ってるだけの動画も、ひょっとしたらね、当たるかもしれませんよ。いや、当たらんと思うけどね。まあ、というわけで、ね、これから昼飯食っていきまーす。はい。はい、ちょっとね、カーテン開けました。はい。これね、カーテンね、あの、防音の効果があるんですよ。俺は一応実況者なんで、やっぱり声が大きいじゃないですか。それもあってね、防音のカーテンしてるんですけど、一回ね、まあ、俺らの部屋で親父がね、カラオケして演歌ね、大声で歌ってたんですけど、俺ら外に出て確認したらね、全く聞こえませんでした。それぐらいね、効果ありますね。この、ね、カーテンの向こうは、廊下なんで、ね、それで吹き抜けなんで、ね、あまり、光はね、入ってこないんですよ。さて、ちょっと準備していきましょうね。奥芝商店。美味しそうですね。俺らカレー、スープカレーって食べたことないな。ねえ。カレーラーメンはね、もちろんカップヌードルでありますけど、まあ、先日ね、三木の方に行った時に、兵庫県ね、三木市に行った時に、途中に、王吾、兵庫県北、神戸市北区の王吾っていうところに行くんですけど、そこに札幌ラーメンがあって、そこでなんか、カレー味噌ラーメン食べたから、美味しかったですね。はい。さて、ね、中身はこんな感じです。これ後入れの液体スープですね。はい。こんな感じです。美味しそうですね。じゃがいもが入ってます。よし。はい。お湯できたんでね、入れていきましょう。お湯はね、線よりちょい下ですね。はい。それがね、味が濃くなって美味しいそうです。ね、タレントの坂下千里子さんがね、言ってましたね。はい、あ、ちょっと入れすぎた。まあ、いっか。これ何分だ？3分。3分。ちょっと急がないと。タイマーしてくるわ。はい。はい。2分45秒。でね、セットしました。今、2分33秒ですね。はい。あっち、これクーラー効いてんのかな？これ。めちゃくちゃ暑いな。あ、ちょっと開いてますね。さて、液体スープはね、蓋の上で温めると。うん。まあ、今日ね、まあ、昼飯食うだけの動画なんですけど、ちょっとね、話したいネタもね、考えておきました。ね、おいらの YouTube の、収益をね、発表しようかなと。まあ、収益に関してはね、まあ、ね、実況内でね、結構話してるんですけど、まあ、今回話すのと、まあ、それで、なんだ、オイラの視聴回数見ていただいたらわかるように、最近はもうずっと200回から300回程度のね、低たらくが続いてるんですよ。そんな中ね、まあそんな視聴回数にしてはね、ちょっと収益が入ってきているかなと思うんでね、そのあたりの謎というか、ね、その舞台裏というか、説明しようかなと思ってます。はい。うん。はい、ちょっとね、こちら食べていきますわ。ロースとんかつ巻き。ね、美味しそうですよね。うん。ね、手巻きの開け方っていうのはね、なんか外人さんがね、戸惑ったりする YouTube 動画ありません。なんか、
難しいですね、このあたり。ね、知らない方がやるとね。うん。まあ、俺らはね、もちろん、コンビニはね、もう、慣れたものですから。この手巻きの、この手さばき、ね、見ていただきました。こんな感じで肉がめっちゃ詰まっとるわ。うん。あ、これ美味しい。うん。うん。うまいね。うん。うん、うまい。このソースがたまりませんね。うん。起きた。このラーメンね、初めて食べるんで、楽しみですね。以前食べたね、ゆーちゃんラーメンってご存知ですか？実際リアルの店舗もあるみたいな、あるそうなんですけど、それがゆーちゃんラーメンのカップ麺がめちゃくちゃ美味しくて、あれは今年ナンバーワンだなと思ったんですけど、それを超えるかね。串場商店。ちょっとね、あっさりめやね。なんかこってりな感じはしないね。なんかサラサラしてるわ。うん。はい。後入れのね、液体スープも入れましょう。はい、こんな感じですね。ね、美味しそうですよね。ね。うん。よし。さて、いただきましょうか。うん、うん、エビの出汁、もう一口食べてエビの出汁がね、もう口から鼻に抜けるというね。うん、もう口からエビの、なんていうエビですかね、これ、エビの味がもう口の中に充満して、そっから鼻の穴から抜けるみたいな。抜けたからどう、美味しいのかどうか分かりませんけど、まあ、すごいですね、香りがね。うん。うん。あ、これはうまい。結構あっさりでね、スープはね。そんなカレーの味はそんな強くないんだ。うん。うん。なんかズッキーニとか入ってるのか。うん。あ、これはうまいね。うん。女性の方もいけそうだな。うん。すごい上品な味。うん。はい。うん。うん。あ、これはね、おすすめですね、この奥芝商店。うん。これ多分ラーメン屋行ったらめっちゃうまいな。いくらぐらいするんですかね、スープカレー。スープカリーでしょ、これ。ラーメン屋ではないんか。カレーラーメン？ちょっとわからないんですけどね、ごめんなさい。はい。うまい。うん、すごいね、上品な味ですね。うん、うん、うん、うまいわ。うん、最高ですね、これは。うん、最高の昼飯だ。うん、うまい。うん。うん。うん、うまい、これは。うん、うまい。さあ、そろそろ話しましょうか。ごめんなさいね、なんか。ね、まあ、収益をね、発表したらいけないっていうことになってるっていう話がね、YouTube 界隈では広がってるんですが、実はね、銀行に振り込まれた金額、収益っていうのは、まあ、発表していいんですよね。それは規約に書いてあるんで、まあ、それで、まあ、8月はまだ途中なんで、7月の収益発表しますと、じゃか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 、
じゃーん。7800円でした。うん。まあ、俺らのね、昨今の視聴回数見て、7800円って言ったらやっぱ多い感じがしませんか？うん。すると思うんですよね。まあ、そのあたりを、まあ、謎を解いていきたいなと。まあ、月間の視聴回数なんですね。うん。月間の視聴回数の方が重要で、まあ、月間の視聴回数って言ったら、まあ、その1ヶ月以内、4月内にアップした動画だけではなくて、もちろん過去の動画のね、あの視聴回数も含まれるんですよ。そこに収益っていうのは、まあ、かかってくるんで、うん、まあ全体ですね。全体の視聴回数が、まあ重要になってくるわけですね。まあそれで、まあ1ヶ月の視聴回数っていうのが、だいたい、まあ今ね、1万6、7千回かな？うん。まあそれで、通説ではね、YouTube では、まあ1再生 0.1 円って言われてるじゃないですか。もうそれは嘘だよっていうことがもう明らかになってますけど、まあ1万6、7千回ということは、まあ 0.1 かけたら1600円、1700円ぐらいじゃないですか。まあそれは嘘なんですよね。まあそれで7800円。だいたいどれぐらいですか？ 0.3 から 0.4 ありますよね。うん。ね。まあ、そんなもんなんですよ。レートはね。1再生 0.4 ぐらいあるんですね、今ね。はい。まあ、ね、それが普通の人より、レートが高いのか低いのか、ちょっとよくわからないんですけど、まあ高い方だと思うんですね。うん。それはなぜか。なんだと思います。あのね、それはね、まあ、ダビスタ実況の1回の動画の、ね、その時間を見ていただいたらわかるんですけど、おいらね、だいたい1回で1時間ぐらいやってるんですよ。うん。まあ、それで1時間の動画だと、まあ、複数ね、CM を挟めることができるんですね。だから、8分以内の動画だったら、CM は1つしか挟めないんですよ。ところが、8分以上の動画は、まあ、いくらでもね、CM を挟むことができるんで、もちろん時間が長い動画の方が、CM はね、たくさん挟めるっていうことは、わかりますよね。まあ、それで、もちろんね、動画が長くても、途中でその見るのをやめてしまった人が多ければ CM は見られないわけで、収益につながらないんですよ。いかに最後まで動画を見ていただけるかっていうのが重要で、まあ、俺らはでも、その視聴者維持率っていうんですけどね、そんな高いわけではないですよ。おそらくね、8分ぐらいの動画出してる方の方が圧倒的に視聴者維持率については高いですね。だけど、単価自体は長い動画の方が、まあ、レートが上がるんですよ。だから、俺らの視聴者維持率は、このあたりはね、あまり言ったらいけないらしいんですけど、だいたいね、25% から 30% ぐらいですね。うん。その、1時間でそのぐらい視聴者維持率があったら、だいたい、俺ら、まあ CM4 回ぐらい挟んでるのかな、1時間で。それでだいたいね、0.4。実は、ダビスタ動画と、他にもいろいろシリーズあるじゃないですか。単発の料理動画とかね。やっぱりダビスタの方が単価高いんですよね。うん。だから、ダビスタの、レート、単価っていうのは 0.4 以上あります。もっと高いです。はい。どれぐらいあったかな？もっと高いですね。うん。からくりは分かっていただきました。うん。うん、うまい。だから以前、うん、もうだいぶ前ですけど、3年前ぐらいかな。芸能人 YouTuber がたくさん入ってきて、まあ、記事ですね。ネットの記事なんですけど、ネットのニュース記事なんですけど、芸能人がどんどん入ってくるように、確かね、レートが1再生 0.2 円だったところを、交渉して 0.3 円にすることによって、まあ、ね、有名人が入ってしやすくするようにしたっていう話がね、記事が載ってたんですけど、あれ、ね、おいらの話聞いていただけたらわかると思いますけど、まあ嘘ですね。ガセですね。そういう記事がね、出回ってたんですよ、当時。ひどいなと思いません。うん、当時からおいら、ね、それ 0.3 以上あったと思うんで、ひどいなと思って。そういうの YouTube やってた人間からしたらわかるんですよ。ただね、本当に 0.1 円の人もいるんですよ。有名 YouTuber の方でもね。
俺らもびっくりするぐらいで、うん、だからそのあたりの基準が何なのかね。まあ YouTube がエコひいきしてるんでしょうけど、よく分からなくてね、うん、その有名 YouTuber の方で、まあ、0.1 円って言ってた方がいて、もっとね、俺らよりも登録者はるかに多くて、すごい人気でね、面白くてね、なのに 0.1 円って言ってたんだよね。謎ですよね。だからジャンルによってもやっぱり単価っていうのは変わってくるんで、まあ、そういうね、アンチというか、なんか人の悪口を言うようなね YouTuber だったんで、そのせいかなね。うん、まあやっぱり巷で言われてるのはね、料理系 YouTuber とか教育系 YouTuber の単価は高いらしいですね。うん、まあ、俺らもはっきりとね、そのあたりのシステムは分かってないんですけど、まあ大体そんな感じですね。うん。うん。これうまいね。これはおすすめできるな。すごい上品ですね。エビの出汁が効いて。あ、これはうまいわ。うん。すごいね、豪華な昼飯でした。まあ、500円ぐらいですかね。大満足ですね。ね、よくね SNS でね写真撮ってね、すごい料理をアップしたりする人いるじゃないですかね。いやでもカップ麺も美味しいよな。うん。まあ汗だくなってますけどね。まあね、恐怖体験と不思議体験についてはしばらくね間を置こうと思います。うん、うん、やっぱりね、第2回目までは良かったんですけど、第3回目まではやっぱりその妄想チックでしょう。途中でねもう話すの嫌になってきてね。ね、まあそのあたりも踏み込んでね話したいんですけど、ちょっと勇気が出なくてね、踏み込んで話したいことたくさんあるんですけど、やっぱりそのあたりはね難しいところがあってね、まあ時期が経てば話せるようになるのかな。まあ全貌はちょっととてもじゃないけど話せないんで、うん、これうまいわ。うん、めっちゃうまい。というわけでね、今日の昼飯のコーナーでした。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。